こんにちは、今回も無双モードやっていきましょう。諸葛亮の第2ステージ長派の戦い、嫌やな。どうしよっかな。いや、何が心配かってね、まあ三武器が手に入っとる時点で、まあ一つリードはしとるわけですよ、こっちが。一つね。しとんやけど、とにかく土兵と弓兵に対して弱すぎるのよ、この諸葛亮って。このレベルの武器範囲、武器攻撃範囲で、五条弦とかの、弓兵土兵を相手にするっていうのが、めちゃくちゃ億劫やな。こっから先すっごい不安。何回やり直さないかんねんのってぐらい多分やり直さないかんねん。さあ、まあ特にやることないんで、まあいつも通りね、やっていくしかない。どうしようかな。天心が左上にあるんで、それだけ取りに行こうか。とりあえず。はぁ、くそ、嫌だな。めちゃくちゃ嫌だな。ここら辺はね、まだ土兵とかあんまりおらんけんさ。まあ、注意さえしとけば、とりあえず。逃げるを上策とする。なんとかなるんやけど。あ、違う。逆。神明をかけてお守りいたす。全軍は俺に任せろ。犬頃一匹倒産ぞ。さあ、ここから地獄の回やね。この諸葛亮の回、すべてが地獄よ、本当に。みんなこの辛さ知っとるやろ、絶対。いや、ほんとそうよね。笑わせるよね。ごめん。そんなつもりないんやけどさ。真面目にやるよ、これでも。いやぁ。うわ、えぐっ。ああ、えぐい。ちょっと待って。ちょっと待って。えぐいて。弱い、やばい、どうしよう。ちょっと待って、もう不安。奇跡的に当たった。ほら、こうなるんよ。ちょっと回復する、回復したから。そうね、これでやるしかない。今のですらもうピンチやけんね。このレベルなんですよ、諸葛亮って。こうはいかぬぞ。長領。貴公ほどのものを切らねばならぬとはな。そうなんすよね。そんな、はい。これ。えぐい。友軍がつくまで深追いするな。オッケーオッケーオッケー、なるべくオッケー。奇跡。私では勝てぬというのか。ああ、嫌やな。黙ってしまいそう、諸葛亮の時。諸葛亮のね、多分ステージはね、多分ほとんど喋らんと思う。だって、全部こんなんやもん。こんなん喋れんやろ、普通に考えて。で、拠点を潰しに行きたいけど、その前に関戸が乗っとかんと、移動が遅すぎる。友軍と合流いたしましょう。南蛮院平定戦とかどうしようかな。今のも多分、長藩の戦いぐらいのレベルやね。何にもされんかったけど、普通の何倍か、秒で攻撃されて死んだ。ああ。不安要素しかない。
入れていきましょう。よし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 。で、左から攻めていこう。まあちょっとボスだけ倒すことに集中して。あとはもう無視で。ちょい待ち、いいな。いく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 いこのゲームでさ、初発での武器考えたら、あれ、担当者出てこい、マジで。これはえぐい。わざとかな、これ。こんな武器考えたら。ここまでいけてない武器考えるかね、普通。で、あと、チョーコが多分ここら辺におるけん。もっと出るか。シャッシャッ。ああ。嫌だ。嫌だ。嫌だしか出てこ。よし、そうそう来ました。あ、来ましたね。敵か。そうそう敵じゃん。あとはちょっと除光か。全力で参られよ。はいはい、お前ちょっと不安やな。ちょっとお前強気嫌やな。この長藩で全てを決するつもりか。ワンチャン、ワンチャンないかしら。ないの。敵の追撃を振り切れ。やば。シャッ、消えていた。お前負けるって、そんなつばぜり合い勝てるわけないや、そんな羽で。ジョコの斧を。よし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 。よし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 。倒せ倒した。修行し直して参る。はいはい。でも、これさえ当たればなんとかなるということになります。これも計算済みかな。やばいやばい、ピンチ。弱っ、えぐいて、どうしよう。いや、嫌だ、嫌だ、嫌だ。あ、やばい。おお、危ね。おお。射撃賞、打たせていただきます。オッケー、オッケー。美しい勝負でした。美しないわ。もっとさ、このチャージをさ、何これ、こんなことある？
あー、くそ。もう。お見事です。で、ここの拠点を潰しといて、シャッシャッシャッ、キョッキョッケ、オッケーよ。素晴らしいにも程がある。あー、もう、なんか土兵おらん？海兵か。シャッシャッ。で、あそこに天心がある、天心が。体力をとりあえず上げとかんとね。もう何するにも体力が低いんや。論外。よしよしよし。あとは逃げる、あとは逃げる。あとはもう逃げる。で、劉備救出して、ちょちょ倒して、そうそう倒した。それも強いよな。嫌なんだよな。私がいるのに、殿に近づけると思うんだ。お前に何ができるんだ。諸葛亮、お相手しましょう。あのようなやつ、俺が叩きのめしてくれるわ。嫌です、やめてください。弱い者いじめやめましょう。やばい。弱すぎる。劉備かよ。あれ、素通りされた。オッケー、これやな。もうこれでやるしかないね、諸葛亮は。多分我らも遅れを取るな。てかね、こんなに隙が多いのも珍しいよね、このゲーム。まあ、隙ある敵はおるけど、あ、仲間も隙あるキャラはおるけどさ、諸葛亮のこのスキック、めちゃくちゃ大きくない？僕絶対攻撃できんもん、その間。反撃する余地ないもん。もう無双乱舞しかないけんね、これ。心配でしかない。で、巨長倒そう、巨長。天下を見つけた。ああ、いらんごするな。消えた、消えた。もうよし、よし。いや、嫌だ。オッケー、オッケー、オッケー。もう、で、拠点と拠長を倒そう。これまずい。こんな勝負、朝飯前だ。いや、エグいっす、エグいっす。はい、オッケーです。あとは拠点を倒そう、拠点を。オッケーオッケーオッケー。で、次次、やばい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 。
ッケーオッケーオッケーオッケー。よし、あと石頭乗って曹操を倒しに行こう。曹操でラスト。ああ嫌だ。まあね、諸葛亮さえ終わらしとけば、俺嫌なことさえ済ましとけばいいと思うさ。諸葛亮さえ済ましとけば、まあ、あとは、まあ、諸葛亮がもう圧倒的すぎるけどさ。なんか、最後に残しとって、なんかどんどん諸葛亮仕掛けてきようになって。っていうよりは、嫌でももうさっさと済まして、後楽したいんだよ。夏休みの宿題とかもさ、俺もう最初の、まあ2、3週間ぐらいでた。2週間ぐらいか。で、もう多分全部終わらしちゃって。あの、自由研究だけちょっと残しちゃって。嫌で。それ以外のドリルとかさ、計算も、本体が、あんなんとかね、もう学校の休み時間とかフルに活用してやるよったけど。それをね、忘れたことはとりあえずない。今まで。おいおい、オッケー。うん、うわ、敵将撃たせていただき、指兵おるな、あれ指兵おるな。私たちも頑張りましょう。逆らう者は、そうそう来た、そうそう、はいはい、オッケー。消えていただきましょう。さすがだ。あれ、ソースどこ行った？おった。消えていただきましょう。消えていただきましょう。消えていただきましょう。うわ、やばいやばい、やば、どうしよう、当たらん、そもそも当たらん。この距離、はい、うわー、これ絶対当たらんもん。負けるな、諸葛亮は。負けるなって。はい、オッケー。まだ死ぬ、よし。よっしゃよっしゃ。とりあえずね、とりあえずオッケーよ、とりあえず。よっしゃ、あと4つ、頑張れ。伏せん、よくせん。まあ多々危ない場面はあったけど、とりあえず問題なくいけたってことで、今回はここまでにします。じゃあお疲れ様でした。あ、いやいやな、この先。おやすみ。